文部学校文部学校は、江戸時代後期に創設された、信濃国松大藩の藩校である。明治時代初期に廃止されたが、藩校の建物は、昭和期まで学校として使用されていた。日本全国、約250藩中の藩校でも、建設当時から建造物や藩校敷地がそのまま、残っている。現在、長野市によって公開されている。第六代藩主。 真田幸ユの時、江戸から菊池南洋を招いたことから、松代藩での藩士の教育が始まる。時が下り、第8代藩主、真田幸ユが、清瀬町のクエイ御用屋敷手狭につき、学者建設の計画を立てていた時、佐久間正山は、藩家老、矢沢剣持に、学生意見書及び、学童規則を提出、幸キは、すでにあった。 みとの行動観を参考にするため、藩の受管理に鶴漁をして、藤田東子から、組織、経営方法を聞く、要命令。雪蔵は東子からの詳細な返事を経て、建設を決意し、総武行に、神原官ただ行に菅沼正美、長谷川秋道に任じ、辞、栗御用屋敷に、藩士の叶いみのタスクの屋敷を合わせじわり、東漁などを手配し着手するが、雪蔵は、 聖居、第9代藩主幸い教が意思を受け継ぎ、完成、安政2年に開校した。葬式地3089平方メートル建鉄ぼ1500平方メートル廃藩に伴い、明治6年以降、初等教育の場として昭和40年代まで使われる。1953年に国の史跡に指定され、松城小学校が隣接地に移転。 その後復元工事が行われ、長野市によって公開されている。総基地3089平方メートル、建つぼ1500平方メートル。建築当初からの建造物はすべて現存する。主に文星年間のもの。ありがとうございます。